っといっぱい食べてほしいですけどね、おは。いや、食べるよ。うん。だって今日もどうせ何も食べてないんでしょ。食べたから、ラーメン食べてきたから。おお。ちゃんと。一食目。一食目。おお。なんか朝スムージー飲んでラーメン食べる。え、スムージー飲むの。そう。面白いね。面白い。俺笑かそうとでもスムージー飲んでんじゃない。スムージー飲むんだ。ちょっとさ、君らさ、本当君らっていうかさ、女性陣に俺は言いたいんだけどさ、俺がなんかちょっとさ。気使う、体に気使うようなこととかするとさ、うん、大爆笑するじゃん。いや、だって上野くんがスムージー飲んでるとさ、俺がさ、スムージー飲んでたりとかさ、うん、ちょっと香水とかつけてみようかなとか言っただけで、もう大爆笑するじゃないか。いや、面白いでしょ。いや、面白くないよ。だってさ、気使ってんのよ、周りに。嫌でしょ、俺が臭い匂いして、焼き魚みたいな匂いして、なんか、事務所駆けずり回っててさ、なんか誰かサンマ焼いたみたいなことをさ、事務所のスタッフさんとかが言ってたら嫌じゃん。いや、だとしたら香水でどうにかならないからね、それ。体質の問題か、それ。そう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 。だからさ、香水とかつけた方がいいのかな、気使ってとか思ってさ、君らなんか大爆笑してさ、チンパンジーみたいな感じで笑うんだよ。おかしいんだって、ほんとに。でも香水つけるあ、まあ普通につけるかも。つけるよな、うん。割とでもみんな、フータとかもつけるし。あ、そっか。うん。上野くん、鼻ダミーだから気づかないもんね。そう、俺こう鼻ね、ダミーなんだよ。まあまあ、でかいのね、鼻。ダミーなの。立派なね、鼻だけど。そうそう、ドンキとかに売ってんのよ、この鼻マジで。まあ、円形とかにつける、ね。そう、つけれる鼻なのよ。じゃあ使い物なんないね。マジで人の匂いがわからなくて。そうなんだ。だからなんかよくね、女性とか香水つけて、うん、誰々さんの匂いとかわかんないのって言っても何にもわかんない。マジか。めっちゃしたよね、あの人の匂いとか言ってるけど、もう何にもわかんない。本当？え、でも魚の匂いはわかんない。魚の匂いはわかんない。なんで？フィルターかけてるの？魚好きだからかな。猫なのかもしれない。あ、猫説もある。猫説出てるって言ってるかもしれない。